どうも、コロナです。さあ、ということで、今回はですね、ガンバ大阪戦で皆さんからいただいた差し入れを紹介させていただこうと思います。今回、コアロンがいただいた差し入れが、これだ。さあ、ということで、見てください。これはちょっと数として過去最多かもしれません。もうちょっと画面に収まりきらないくらいの、とんでもない量の差し入れをいただきました。あ、皆さん、本当にありがとうございます。一サポーターでありもかかわらず、こんなにたくさん差し入れ、本当に嬉しいです。一つずつ紹介させていただきます。まずは一つ目こちらです。スガキヤのカップラーメン、ありがとうございます。そして続いてこちら、バナナチョコクッキー、ありがとうございます。いや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 、神戸サウナスパ、サウナ銀行の1億円というふうに書いてあります。そして後ろにはですね、なんと、プレイステーションのストアカードを活動費用にしてくださいということをいただきました。ありがとうございます。そしてこちらですね、山口県産の高森牛を使っているということです。チョルルカレーでございます。ありがとうございます。これあなたのもと2ついただいてます。ありがとうございます。そして続いてこちらですね、メッセージ書かれているので読ませていただきます。いつも応援しています。 FC 東京を世界で一番のクラブにしましょう。新しい挑戦になり大変なことも多いと思いますが、少しでも役に立てればと思いますということで、高キリンさんからいただきました。で、中にはですね、 Amazon ギフト券が入っていました。ありがとうございます。ちょっと一人暮らしの中揃えたりするのを使いたいと思います。ありがとうございます。まずはこちら、ホアジャオカラムーチョ、ありがとうございます。このホアジャオ大好きなんでとても嬉しいです。ありがとうございます。お、続いてきました、わらーでございます。博多地鶏味、そしてもう一個が神戸関西すき焼き風ということです。ありがとうございます。これをポンピーと開けたいと思います。続いてですね、乃木坂の CD をなんと3枚もいただきました。まずはこちら、自己中で行こう。そして続いてこちら、帰り道は遠回りしたくなる。最後こちら、シンクロニシティでございます。3枚いただきました。ありがとうございます。うわっ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 、おいおい、欲しいだろう、これは。お手紙に書いてあるので読ませていただきます。コアロンさん、ポンピーさん、いつも面白い動画ありがとうございます。コアロンさんに初めてお会いでき大変嬉しいです。僕はコアロンさんが一番面白い YouTuber だと思います。コアロンさんが自立すると聞いて自分のことには嬉しかったです。初めてコアロンさんのゲーム動画を見た時、あまりのセンスの高さに驚きました。自主練しているのは知っています。ゲーム、そして人間としても成長できるように頑張ってください。そして努力、感謝、笑顔を忘れないでください。ポンピーさん、いつも編集とコアロンさんの介護お疲れ様です。たまに荒れ狂るポンピーさんが面白くて好きです。コアロンさんへのストレスが溜まることも少なくないと思います。そんな彼の介護をこれからもよろしくお願いします。そして編集も頑張ってください。今回お二人に差し入れさせていただきます。松村さゆりさんの写真集はコアロンさんへ、斉藤飛鳥さんの写真集はポンピーさんへの差し入れ、チョコも入れておいたので、ぜひバスケ部にお使いください。美味しかったら普通に食べてください。長くなりましたが、くれぐれもお体に気をつけて、これからも頑張ってください。応援しています。お二人の青春時代の話も期待しております。リリアン推しのガンバサポからということです。はい。え、リリアン。もうちゃんと言って。リリア。リリアね。はい。よし。リリア推しのガンバサポさんからということです。ありがとうございます。やばいね。これはやばいぞ、ちょっと。こちらまず、斉藤飛鳥さんの潮騒という写真集。続いてですね、さゆりんごさんのファースト写真集。意外っていうか、前から可愛いと思ってたというタイトル画像。よっしゃ。ありがとうございます。ちょっとせっかくなので開けてみたいと思います。いや、これは嬉しいなぁ。いや、可愛くない？俺はいいですよ。やべぇな、ちょっとなんか。ってほしいなぁ。何？違う。俺はちょっと私今んとここれだな、これ。これやばくない？この食べながらの上遣い。俺やばいっしょ、マジで。一番好きな表情こういうの。私これです。じゃあ、ポンピーの斉藤飛鳥さんの写真集、お気に入りのショットはどれですか？この左の方。ちょっと確認させて、私。いや、じゃあ、見せてってよ。はい、ということで、写真集2つ、本当にありがとうございました。これ見て元気出したいと思います。続いてこちら、塩レモン飴もいただきました。ありがとうございます。じゃあ続いてこちら行きましょうか。関西繁盛店ラーメンセットということで、ちょっとこれ開けたいと思います。こんな感じでですね、関西の有名店のラーメンが全部で6食分入ってます。美味しそうです。ありがとうございます。続いてもですね、乃木坂の生写真でございます。まずはこちら、桜井玲香さんという方の生写真。そういう方って失礼しました。桜井玲香さんの生写真で、さらにこちらは、まなっちゃんですね。ありがとうございます。
ちょっとまずお手紙から読ませていただこうと思います。アンチコアロン&アイラブポンピー協会ナンバー586003からです。いつも動画楽しみにしております。差し入れ動画の中で乃木坂のグッズを2人で取り合っているので、今回は生写真を9枚用意させていただいたので、2人でじゃんけんで取り合ってください。枚数で負けた方には罰ゲームをお願いします。罰ゲームはポンピーが決めてください。ポスターと缶バッジは2人で分け合ってもいいし、ポンピーが全てもらってもいいので2人で話し合って決めてください。これからも楽しい動画楽しみにしています。乃木坂の好きなメンバーも教えてください。とあるガンパサプリということです。私はサイリングです。じゃあこちら9枚生写真、こちら斉藤千春さん、堀美央奈さん、桜井玲香さん、中田香菜さん、久保しおりさん、こちらも久保しおりさん、山下美月さん、山崎怜奈さん、そして斉藤飛鳥さん、こちらになっています。そしてこちらはいくちゃんのポストカード、ありがとうございます。そしてこんな感じでカードもいただいてます。ありがとうございます。さらには、缶バッジも3ついただきました。アシュシュも入ってます。ありがとうございます。そして、ポスターも非常にたくさんいただきました。こちらもいただいてます。こちらもいただいてます。こちらもいただいてます。たくさんのポスター、そして生写真など、本当にありがとうございました。さあ、続いてこちらですね。岡山のお土産ということです。マスカットのラングド社。ありがとうございます。続いてこちらですね。これ美味しいですよね。博多のお土産として有名な、めんべい。ありがとうございます。続いてこちらですね、豊洲楽味堂というところのお菓子です。おかきかなんかかな、ちょっと開けてみたいと思います。こんな感じでですね、おかきの詰め合わせがたくさん入っています。ありがとうございます。さあ続いてこちらの袋ですね。こちらはですね、なんと手作りということで、青赤のこれミサンガですね、いただきました。ありがとうございます。早速今一つ付けさせていただきました。ありがとうございます。そしてこちらに関してはあなた宛てということで、このフロンターレカラーのも手作りのものをいただいてます。こちらになります。ありがとうございます。さあ続いてこちら、うまいは明太味。ありがとうございます。続いてこちらですね、今野康之選手の缶バッジ。ありがとうございます。さあ続いてこちらですね、ガンバ大阪さんのタオルマフラー。ありがとうございます。続いてもですね、なんとこちら手作りということです。コハロン、そして裏には FC 東京サッカーボールが書いてある、これペットボトルカバーなど手作りのものを青赤でいただきました。ありがとうございます。で、中にはアミノサプリが入っていました。ありがとうございます。使わせていただきます。で、そしてですね、これはポンピー2ということです。このフロンタルカーの水色のペットボトルカバーもいただいてます。ありがとうございます。ご器用でいらっしゃいますね。ありがとうございます。続いてこちら、元祖鶏ガラチキンラーメンのカップラーメン。ありがとうございます。お手紙入ってるので読ませていただきます。コアロンさん、ポンピーさんへ。いつも楽しく動画見させていただいております。FIFA でコアロンさんが監督を解任される動画と、林選手の増案する動画がとても好きで、何回も見てしまいます。また、コアロンさんとポンピーさんの言葉の掛け合いも大好きです。お忙しいと思いますが、お体に気をつけて動画投稿頑張ってください。ポンピーさん、これからもコアロンのお世話よろしくお願いします。ガンバサポコアロン信者、オヌーさんよりということです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、オヌーさんからいただいたものを紹介しましょう。まずはこちらですね、ジャバチョコレート2ついただいてます。ありがとうございます。続いてこちらですね、こういった形でガンダムの缶に入っています。中がちょっとこう、うなびパイのような、こうなんかパイが入っています。ナビ失礼しました。ありがとうございます。そして龍角さんのドアメ、 VC3000 のドアメ、ありがとうございます。さあこちらがですね、ロシアのお土産ということでした。開けてみたいと思います。中身がですね、こんな可愛らしいマトリョーシカになってます。これ2ついただいてます。ありがとうございます。そしてこちら、ロシアワールドカップのグッズもいただきました。ありがとうございます。お手紙いただいてますので読ませていただきます。コアロンさん、ポンピーさん、こんにちは。ようこそパナソニックスタジアムへ。今日はガンバがホーム初勝利して、東京が初めて負ける日だと思います。いい試合しましょう。さて今日の差し入れですが、テーマは母からの仕送りです。一人暮らしを始めたコアロンさんが喜びそうなものを選びました。さらに CD が1枚入っていますが、これは自分が最近ハマっているアイドルのコレクトの CD です。コレクトはあの YouTuber のコレコレさんがプロデュースしているアイドルで、曲もいいので一度聴いてみてください。重ね重ねになりますが、今日はいい試合しましょう。ありがとうございました。ガンバ様の俊也さんよりということです。ありがとうございます。こちらがコレクトさんの CD ということです。ありがとうございます。そしてこちらですね、フルーツのダメ、ありがとうございます。さらにはガーナチョコレート3つ、ありがとうございます。さらにはミネラル塩飴、そしてガンバさんのリストバンドをいただきました。ありがとうございます。乃木撮というこちら雑誌をいただきました。これなんだっけ、スパかなんかで連載されてるやつだっけ。フライデーで連載されてる。ちょっとこれはかなりページ数もありますので、じっくりと見させていただきたいと思います。ありがとうございます。手紙がついています。コアロンさんへ。
ミルフィーユ様、毎日キレゲ逆方向に取りとゲンゴロの研究お疲れ様です。コアラのいいところ、山手線ゲームをしたらいいところに進めてこなかったアンコア会員です。以前、コアロンさんの成長を願って伊藤まりかさんの写真集を差し入れさせていただきました。ありがとうございます。しかし、ここ最近では木を打って自然破壊をしたり、視聴者の声には耳を傾けず、ゲームには磨きはかからないのに、キレゲには磨きがかかり続ける状況が少し悲しいです。ぜひチャンネルの主役、ポンさんの脇役として頑張ってほしいと思います。差し入れにはミルフィーユさんが一人暮らしをされるということで、日用品を入れてあります。これを使ってもいろいろ意味で頑張ってください。これからも応援しています。アンチコアロン協会会員、ゲンゴロ愛護団体ということです。ありがとうございます。そしてあなた宛てです。ポンピーさん、毎日動画出演、撮影編集お疲れ様です。アンコア会員です。以前、某老害に差し入れ写真集を探させた際、協会のコールセンターになぜあんな老害に写真集を差し入れするんだ。チャンネルの主役はポンピーさんだろうなと、数多くの苦情をいただき、非常に反省しております。なので今日はポンピーさんの癒しになるものを差し入れさせていただきます。日々、老害の介護、教育等、疲れることも多いと思いますが、少しも癒しになればと思います。チャンネルの主役として、いろいろ大変だと思いますが、応援しています。これからも楽しい動画、楽しみにしています。アンチコアロン協会会員、ポンピオ老害から救いたいということです。ありがとうございます。それは乃木撮影。いやいや、違います。じゃあ、なんで一応、民って書いてたら、多分それは私の。じゃあ、なんでだよ。いや、リアルにどっち。そういうことであってますよね。違う。なんでだよ。ダチの精力剤いただきました。ありがとうございます。これまた道診断するときに使いたいと思います。これあれだね、タムケンさんのやつだね。炭火焼肉タムラの焼肉が入ったカレー、ありがとうございます。続いてこちらですね、長友佑都選手と谷口翔吾選手のカード、ありがとうございます。お手紙読ませていただきましょう。コアロン様、ポンピー様、いつも楽しく動画を見ています。コアロン様、ポンピー様に質問です。どうしたらガンバ上位に来ますか？教えてください。お願いします。中のカードはコアロン様、長友選手、ポンピー様、谷口選手です。これからも楽しい動画待っていますということです。いや、本当に対戦してすごい強いチームだなというふうに感じましたので、逆にあのサッカーを続けていらっしゃれば、絶対上位に食い込んで、来るチームだなと思いました。もう守備も本当にタイトで激しかったですし、オデミウスの選手、小野瀬選手の攻撃も非常に脅威でした。いや、特にってことですよ。それはなかった。はい、それでこちら、四国香川のさぬきチップスぶっかけ丼風味、ありがとうございます。そしてこちら、阪神タイガース柔らかいイカフライ、ありがとうございます。そしてこちらですね、ガンバにも所属していましたサイン入り丹羽大輝選手のカード、ありがとうございます。そしてこちら、カカオ 95% チョコレート効果、ありがとうございます。これは何でしょうか？なるほど。コアロンさん、こんにちは。久しぶりに生で見れて嬉しいです。もう少しで母の日ということで、母の方へメッセージを送ってみてはどうでしょうか？ポンピーさん、これから暑くなりますので体調管理気をつけてください。ガンバサポユッコさんということです。ありがとうございます。ありがとうございます。声のトーンが変わるの？何？声のトーンが変わるって何よ？女性からのお手紙だから、その女性になりきって読ませていただいたんですけど。何言ってるんですか？はい。で、こちらですね、サンキューマザーというスヌーピーのあのイカードをいただきました。ありがとうございます。それは公開メッセージ。公開はしません。なんで？公開メッセージって何？全然あるでしょ。うん。今は書けませんか？いや、今は書けません。サブチャンネルで書くと。はい。機会があれば。なんで機会は作れるの？はい。続いてこちら、潤い浸透マスクフェイスパックですね。2ついただきました。ありがとうございます。続いてこちら、トウモリコ塩茹でコーン味、ありがとうございます。続いてこちらの袋です。まずはこちら、カカオ 70% のチョコレート、ありがとうございます。たくさんのポッキーをいただきました、ありがとうございます。コアラのポンピー様へ手紙カード FC 東京関連、カカオ 70% チョコレートの差し入れです。ポッキー賞を4本も差し入れました。2人仲良く分けて食べてください。賞味期限は2020年1月ということです。ありがとうございます。コアラさんへ、まずは汚い字でごめんなさい。パナソニックスタジアムでの遠征参戦ありがとうございます。ずっとこの日を今かと待っておりました。そして話は変わりますが、一人暮らし自立おめでとうございます。ママロンもさぞ喜んでいることでしょう。そして生放送でのゲームセンスはあまりもなすぎて、苦笑せずにはいられませんです。マリオカートでのポンピートのやり合い、PUBG での暴露、テニス大会での2人の連携ミスはとても面白いです。これからも楽しみにしています。最後にチョコレートを差し入れしたので、ぜひ罰ゲームに使用してみてください。カカオ 70% なので、罰ゲームのレベルに達するかわかりませんが。これからもお体に気をつけて動画投稿頑張ってください。長文失礼しました。永遠のコアラ信者のガンバサポよりということです。
ありがとうございます。続いてポンピーさんへ、毎日老害さんの介護お疲れ様です。最近老害見事な編集ばっかでポンピーさんの編集が少ないのは寂しいです。介護だけでも大変だと思いますが、ポンピーさんの編集はセンスあり、見る人楽しませています。大変だと思いますが、ぜひ検討の方でよろしくお願いします。彼の自立も期待しているんですが。そしてマリオカートでのポンピーさんの酔った時が面白すぎるので、これからもポンピーワールド全開期待しています。どうかお体に気をつけてお過ごしください。ポンピーさんにお願いです。この手紙とカードとともにカカオ 70% のチョコレートを差し入れしました。70% のチョコはコアラにとって地獄なほど食べられないものか、コアラ本人に聞いてください。そして食べられないのであれば、生放送で罰ゲームとして使用してください。コアラが食べられるのであればポンピーさん食べてください、ということです。ありがとうございます。ポンピー宛ての手紙はこっちから先に読んでくださいと書いてありました。大変失礼いたしました。そして中にはですね、こう中日ドラゴンズとか、あとは堂安選手、 FC 東京、そしてガンバ大阪関連の選手カードが入っていました。ありがとうございます。中日ネオ選手です。さらには倉本選手、原口選手のカードもありました。ありがとうございます。続いてこちら、小池ミニッツスティックポテト、のり塩、うす塩、ありがとうございます。そしてこちら、コカ・コーラ大阪という風に入っています。ありがとうございます。そしてこちら、レイはスカイツリーのクリアファイル、さらにはチョコアンパンというお菓子、ありがとうございます。そしてこちらですね、生茶、そしてあやたかをいただきました。ありがとうございます。さらにはですね、こちらファンタグレープを3本いただきました。ありがとうございます。ちょっともう当日飲ませていただいたものがありまして、アクエリアス、そしてポカリセットをいただきました。これはかなりね、暑い時もありましたので、遠征中に飲ませていただきました。ありがとうございました。続いてこちら、京都のお土産ということです。辻里さんの焼きチョコレート、ありがとうございます。さらにこんなものもいただいてます。キャラノーラ油、こちらそうだそうだ、北関東からお越しの方ですね。茨城名物納豆スナック、ありがとうございます。さらには、美味しそう、餃子風味のカシューナッツ餃子の種、ありがとうございます。そしてこちら、伊香保温泉の入浴剤、ありがとうございます。続いてこちら、餃子の辛口な友達ということです。餃子の調味料というか、こうつけるタレみたいなものでしょうか。ありがとうございます。さあ続いてこちらですね、令和元年というふうに書いたカップヌードル、ようこそパナサへ、令和でも笑わせてください、ポンちゃん愛してるというふうに書いてあります。ありがとうございます。これ絶対うまいやつじゃん、四川麻婆豆腐ポテトチップス、ありがとうございます。続いてこちら、状況だ、ありがとうございます。ということです、ありがたいことに先ほどと同じにはなるんですけれども、帰り道は遠回りしたくなるし、なんと4枚いただきました。ありがとうございます。だからお父さんお母さんの分も、なんで俺の親限定なの。自分の親も考える、それ。いや違う違う、でもあなた宛てっていうのはやっぱあるし、はい。そしてこちらですね、これはですね、その場で私がさゆりんご好きというふうに伝えたら、いただきました、さゆりんごの生写真で、あなたがちょっと好きなのは誰ですかっていうので、ちょっとアシュシュって伝えたんですけど、ちょっとアシュシュのカードなかったということで、これがおすすめということでした。大園さんのカードです、はい、ありがとうございます。はい、何、ありがとうございました。なんでだよ、さゆりんご帰ってきてくれました。違う、じゃあ飲んで。続いてこちら、デスミックスという激辛ナッツあられ、ありがとうございます。わあ、こちらも入ってました。なんでサレリンゴの生写真の上に乗っけんの、それは。なんかいい、逆にいい通学する。はぁ、性癖や、性癖じゃねえ。いや、もう性癖でしょ。さあ、最後はこちらになります。 We are GAMBAウィーアー大阪とに書いたガンバ大阪さんのタオルマフラー、ありがとうございます。大変申し訳ございません、ご紹介し忘れていた差し入れがございました。当日ですね、サバ寿司、さらに今川焼きをいただいたんですけれども、こちらは賞味期限の関係もございましたので、先にいただかせていただきました。大変美味しくいただきました、ごちそうさまでした、ありがとうございました。ということで皆さん、本当にたくさんの差し入れありがとうございました。一サポーターであるにかかわらず本当に嬉しいです。ちょっと過去最多の数かもしれません、ありがとうございました。いただいた差し入れの中からいくつかいただきたいと思います。豊洲楽味堂さんの七寄せというおかきいただきたいと思います。こんな感じでですね、色鮮やかなおかきさんがたくさん入っています。私が好きな、じゃあこのザラメのおかきいただいてみたいと思います。それでは Eat
あ、いいですね、美味しい。あのザラメの甘さはもちろんあるんですけれども、やっぱね、このお米の甘さもちゃんと出てますね。本当に上品だし、とても素晴らしいおかきだなと思います。これ本当に贈り物とかにもいいと思いますよ。ごちそうさまでした、ありがとうございます。そしてですね、FC 東京にとっては、まあ、価値はありますけれども、まあ、ある意味ちょっとほろ苦い、ドローという形になりましたので、カカオ 70% のチョコレートを多少いただきたいと思います。多少って何？あ、だから一つね。じゃあちょっとごめんなさい、熱伝導が何かね溶けてしまってるので、ちょっとこれ一口いただきたいと思います。うわ、苦い、苦い、あー、ほろ苦い、思い出すな。はい、という全然きつくないんでしょ、だからはい。さあ、FC 東京もですね、これから試合が続いていくわけです。このほろ苦いドローを価値あるものにするためにも、次のルヴァンカップ、そしてリーグ戦、必ず勝利していきましょう。声かけていただいた皆さん、本当にありがとうございました。また次回の動画スタジアムでお会いしましょう。バイビーの大変申し訳ございません。ちょっと先ほどいただいた、乃木坂さんのですね、生写真の件に関して、じゃんけんのシーンをちょっと取り忘れておりました。大変失礼いたしました。じゃあちょっとこれがポンピーとじゃんけんして9枚なので、勝った方が、先に好きな5枚を選べる。そして負けた方が、残ったという言い方失礼ですけれども、そこで、一旦その取られることがなかった4枚を選ぶという形にしたいと思います。最初はグー、じゃんけんぽい。よし！ということで、私が選んだのは、山下さん、桜井さん、斉藤さん、なんだよ、久保姉さん、そしてこれを取れ、久保姉さんって何？ごめん、間違えた、久保さん。そしてこれを取れたのが一番嬉しいです。アッシュシュー。それではまた次回、バイシュー。チャンネル登録しようよ。ホタルの光がありえないほど聞ける。